はい、下げ好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、今日ですね、ちょっと、しばったの、なんか、酒屋、別な酒屋、今まで行ったことない酒屋へ行ってきまして、雪中梅ですね、の、通常の一番安いやつが、1060円ぐらいで売ってまして、おおと思って。そこはですね、めちゃくちゃ安かった。うん。で、こう箱入りのやつね。うん。雪中梅、清酒ですね。普通酒。こちらが、まあ安かった。まあ基本的にこの雪中梅って、高いんですよね。おーち。普通だとね。まあプレミアついてますからね。ね、こちら。ね、売ってましたんで。これ 720ml ですね。丸山酒造。ですね。はい。アルコール度数が15度以上。16度未満。原材料が、米過去国産と米麹過去国産米と醸造アルコールと、糖類。これ珍しい。糖類。ね。雪中梅。こちらですね。まあ、珍しく新潟の酒なんですが、これ新潟だよね。上越市。上越市なんで、新潟の下の方ですね。ね。です。まあ、これ珍しく、日本酒、新潟の日本酒らしくない。甘口の、ね、日本酒らしい。で、基本的に、日本酒度が、プラスなやつが、新潟の酒なんですが、こちら、なんとマイナスと。ね、こちらが、普通酒。だよね。マイナス3度。マイナス3度となってます。うん。これは普通酒なんだよね。定価が945円。ですが、まあそこのところは、その店は1060円ぐらい。でですね、驚いたことに、締め張りも売ってまして、締め張り鶴の花がですね、なんと、1.8 リッターで、なんと1700円ぐらいで売ってたっていう。びっくり。うん。日本酒度がマイナス3か。1700円ですよ。と思って。俺、あ、やべ。出なくなった。まあ、いいか。やべ、蓋をあんまり閉めてなかったな、これ。しくった。ね、俺の近くの、スーパーで、俺が買ったの2200円か。1.8 リットル。だった、それが定価だと思ってたんですが、実は、ね、定価じゃなかった。締め張り鶴が、定価いくらなんだ ?1700 円ぐらいで売ってたからね。安っと思って。ひーと思った。あれ、定価じゃなかったのか。あれは定価じゃなかったんだね。結局。そこは定価ではなかったのか。という話です。うん。締め張り鶴が、定価。
定価がね、まあいいや、乾杯。あ、1725円って書いてありますね。あ、やっぱ、定価じゃなかったんだ。定価が1725円なんですね。1.8 リットルね。うわ、甘。うわ、甘いですね。当然ながら、マイナス3ですか。あー、なるほど。1725円で売ってるって、超安いな。一升瓶1725円か。安いな。ね、安いですよね。でね、普通にね、めっちゃ高いのも売ってました。大吟醸。締め張りの大吟醸。一番高いやつが、この大吟醸ってやつですね。こちらが、720ml で3880円。1.8 リットルで8660円。うん。という。ね、これがですね、まあ、ね、売ってました。うん。で、もうちょっとで、12月の7日に、まあ僕の会社の忘年会なんですけど、それの、よく話す、まあ以前言いましたけど、32歳、3歳ぐらいの人がいるんですが、その人が、締め張りが大好きでですね、持ってくるって。この一番高いやつを、宮尾酒造へ行って、直接買ってくるって言ってたね。ああ。うん。ちょっと楽しみです。で、あと、その人が、1万円ぐらいの、ね、ウイスキーを、ね、いつも飲んでるらしいんですけど、それもちょっといただくことになりまして、やったーと思ってね。まあ、スコッチですけどね。うん。うん。甘い、雪中梅。普通酒。甘いんだけど、しっかり、なんか、米の、ちょっとアルコール、な、香り、アルコール的な香りもしっかりしまして。うん。まあ、甘口なんだけど、辛みも部分も若干あるかな、といった感じですね。うん。いや、でもそこのお店、良かったですね。いろいろ売ってましたよ。本当に。久保田も。久保田定価で売ってないのかな？わかんない。ちょっと見なかったけどね。まあ俺久保田興味ないですから。うん。まあわかんないですけど。まあ下手したら売ってるかもしれない。定価でね。うん。という感じですね。ああ、雪中梅か。まあ、これは定価で買わないと、個人的に損するかなと。別にそこまで美味しい酒ではないと思いますけども。少なくとも、プレミアの酒ではないな。と思いますけどね、俺は。だ、若干甘い、っていうか甘くて、うん。すっきりとはしてないですね。
若干コクが結構ある。うん。うん。うん。まあ。ああ、わかんないね。どんな感じなんだろう。少なくとも酸味はあまり。というか、全然しないですね。これは珍しく。うん。珍しく。というかですね、日本酒度と共にありまして、酸度というのがありまして、これも結構いろいろなね、あるんですよね。日本酒の日本酒度と共に大体書いてあったり、あと、精米部合っていうのも書いてありますね。これが酸度が 1.1。となってまして、これはおそらく、かなり低い部類なんでは、なかろうか。ちょっと調べてみましょう。おそらくですが。今まで俺が飲んだ中で、まあ、とりあえずあれでいいか。締め張りでいいか。締め張り。少なくとも全然酸味はないです。珍しく。うん。酸度。珍しいですね。うん、珍しい。これがね、花が 1.4 です。締め張り率の花の酸度が 1.4。なんで、0.3 上ですね。こっちの方が。で、あとは、クボタでいいか。クボタ。クボタを見てみると、書いてないか。クボタの、以前飲んだ千住が酸度が 1.2。 あ、これはそんなでもないですね。うん。あとは腰の完売。腰の完売で見てみると、別選。あら、書いてない。あれ？別選。以前飲んだ別選ですね。腰の完売売ってたかな？売ってなかった気がするけど。別線が書いてないな。ちょっと待って。口の乾杯。まあでも甘口のさ、日本酒って、あんまり俺飲んだことないというか、多分今までで、これ以外に一回だけ飲んだことある。プラス50度ってやつね。違う、マイナス50度か。超甘口だかなんだか、なんかそんな感じのやつ。ね。うん。それしか飲んだことがないんで、それに比べれば、やっぱり、うん。まあ甘さはあれなんですけども。
書いてねえな。酸度が書いてない。ですが、ね、うん。ちょっと待って。酸度が書いてないですね。まあでも、それに比べれば、やっぱりうまいっていうのはわかるんですが、ただ、まあ、そこまで、プレミアつくかって。これだって、スーパーだと2000円ぐらいしますからね。2200円ぐらいするな、これな。高えよ。ちなみに1065円で買ったんですよ、これ。2倍以上しますからね。うん。高い。あ、でも、まあでも、そこまででもないよね。あ、ありました。酸度が 1.2。としか言えない。まあ、やっぱり酸度が結構 1.1 なんで結構少ないお酒ですね。はい。それしか言えない。うん。この雪中梅は、まあ、有名は有名なんですけど、やっぱり腰の完売とか久保田とか、そこら辺で、まあ、押されて、あんまり知らない人もいるとは思うんですけどね。まあ、でも、甘口、ね、日本酒の、さらに、新潟の日本酒の中で、甘口って言えばもう、雪中梅は、もう、ね。もうね、あれでしょ。ね。あれ？なんか酸度が 1.3 のところもあるな。ややこしいな、こういうのな。あら、1.3 って書いてあるところもありますね。わかんねえわ、そう言われると。どこがどこなの？サイトによってさ、違ってくるんだよね。ね。で、かといって、この、丸山酒造が、載せてる、丸山酒造の、サイトが、ああ、あるのかこれ。もうないんじゃないのか丸山酒造の、いわゆる、だって、雪中梅でググっても、一番最初に出てくるどころか、ないですね。大体。丸山酒造のサイトが、まず出てこない。まあでも、そこまででもないですね。まあでも、美味しいですよ。確かに。うん。美味しいんだけど、まあでも定価で買えばまあぐらいですね。うん。定価で買ってやっと初めて、あ、美味しいっていうだけで、これを2200円で買ってね、この味だと、正直ひどいです。なんだこれと。久保田レベルですね。久保田レベルの怒りを買うことになる。俺から言わせると。うん。確かに甘い。んで、コクもまあある。で、まあ香りもまあある。で、酸味が少ない。聞こえだけはいいですけど、実際飲んでみると別に大したことないです。多分甘口の酒で普通にこれぐらいのあの香りとか味だったら割と普通ぐらいのね、味で、だと思いますよ。この程度だったら。別にそこまで突筆したものでもない。
ですね。うん。となると、あー、黒のこのペンが出なくなったな。しくったな。コクは四つ星、甘みが、まあ甘みも四つ星でいいんだけど、あ、出た出た。危ねえ。ちょ、振ってたら出た。振って出すか、これ。よく閉めてなかったな。甘みは四つ星でいいでしょ。香り。香り、まあ。普通？よか、まあ、あるか。まあ、全部四つ星でいいかな。ね。うん。日本酒とかマイナス3。ね。はい、こちら。ちょっと見にくいかもしれないですけど。日本酒とかマイナス3です。コクは四つ星。甘みも四つ星。香りも四つ星。で、おすすめ度も四つ星と。言った感じでしょうか。まあ、コクもちゃんとあるし、甘みもあるし、香りもある。で、酸味が少ない。うん。で、だけども、若干ちょっと、口の中にまとわりついてくる、この、まあ、いわゆる淡麗ではない。キレがない。という意味で若干ちょっと、やっぱ日本酒としては、うん、正直、辛口の方が好きかなと。俺の中だと。辛口の方が好きかな。甘口よか。飲めば飲むほど、なんか、まずーく感じられるんで、三つ星で。うん。おすすめ度三つ星にします。うん。これは、あれです。飲めば飲むほど飽きてくる。うん。甘口の、しょうがないですね。甘口の、基本的に酒、まあね、日本酒の定めですね。甘口ってのはやっぱり飽きてくる。飲めば飲むほど飽きてくる。うん。っていう感じです。ね。それではご視聴ありがとうございました。